届け立ち上がれ。その空に呼び覚ます正義、刃を断つ剣取り切り裂け。了解しました、お嬢様。お嬢様。何です、ウィンフィールド。今までデモンベインはいかなる手段を用いても起動すらしなかったことはご存知かと思います。だから大旦那様の理論はそれだけ完璧です。そのデモンベインを彼はマニュアルすらなしにあそこまで使いこなし、敵を撃破しています。お嬢様、今現在においてデモンベインを狩るヒーローに最も近い場所にいるのは彼なのです。分かっています。ですが、どこの馬の骨ともわからないものに、しかもあのような無様を晒す輩にデモンベインを託せるわけがないでしょう。デモンベインはおじい様の希望なのですもの。どうしよう。なんだ、
あの主。いいぜ。何がだ。いいぜ。お前の主になってやる。ほう。マギウスでも何でもやってやるさ。ブラックロッジはこの俺が完膚なきまでに叩き潰す。ということで理解できたかな、ドクターウエスト。君にはただいまをもってアルアジフの断片回収の任についてもらう。待つのである。我が輩はまだあのロボットに接続を果たしていないのであるからして、そのような雑用。ドクター、これが我らがマスターテリオンのご意志なのだ。君はグランドマスターより授かりし、神聖な任務を雑用だと罵るか。口を慎みたまえ、通達は以上だ。つつがなく任務を遂行したまえ。あの青病団調子に乗りよってからに。おのれおのれおのれ、こんな屈辱を味わわねばならんのも全部あのロボットのせい。決して決して許さぬのである。二度もこの我が輩に屈辱を味わわせおったのか。許さんであるぞ、大十字クロアルアジフ。もはや倍返しでは許さん。この屈辱は万倍返しなのである。さらには戸一で利子がつく予定。オラオラ、こっちとらボランティアじゃねえんだ。本当によろしいのですか。何？アルアジフの捜索任務についてです。
よりにもよってあの男を選ぶとは。ウエストは有能だぞ。兵器開発、破壊ロボの製造において、あの男の右に出る者はそうそうおるまいよ。こればかりはアウグストス、気候にも真似できんことだな。おたわむれをグランドマスター。とにかくドクターにこのような任務は不向きなのでは。彼自身不服に感じています。あいつが顔を真っ赤にして怒っているところを想像すると笑えるな。グランドマスター、そう怖い顔するな。やはり魔導士の剣は魔術師が最適かと。今からでも七つの頭を召集すべきでは。それは簡単すぎる。は？それではすぐに肩がついてしまうではないか。せっかく楽しめそうなおもちゃを見つけたというのに。世の虚をそぐな、アウグストス。それに世の頭たちには他にやってもらわねばならんことがある。とおっしゃられますと。C 計画。確かに星の位置は迫っていますが、ついに動き出すんですか。まだ解決すべき問題は多いが、しかしアルアジフが世の眼前に現れた今こそ絶好の機会。ネクロノミコンの知識は計画遂行のための大きな力となる。さあ、気候らも忙しくなってくるぞ。ウェスパシアヌスに仕事を急がせろ。例のもう一冊はアルアジフ以上に重要やもしれん。他の者も自己の鍛錬を絶やさぬよう。ギオイ、どうしたエセルドレーだ。世がアルアジフを褒めたから焼いているのか。まさかそのようなことは。
魔術とは世界の法則を知り、さらなる高位の存在を目指すことにこそその本質はある。世界を知れ黒、それが慣れを強くする。マスターテリオンを打倒するほどに、全ての魔を断つほどに、わらわを取る慣れにはそのような存在になる資格がある、義務がある。ご考説痛み入るが、で結局俺はどうすればいいのよ。ある、未熟ならば鍛えるしかあるまい。質問がある。なんだ？ここはどこだ？見てわからんのか？質問が悪かった。聞き直そう。なぜに俺はこんな物騒な場所に立っている？特訓のために決まっておる。もう一度質問し直す。なんでこんな場所なんだよ、魔術の知識に関しては仕方ない。今から一気に詰め込めるものでもないからな。それほどまでに魔術の知恵は深淵だ。いきなり完全を慣れに期待することはできない。基礎の基礎はすでに知っているようだから、足らぬ部分はわらわが助ける。知識の検索はわらわが受けよう。そのためのシステムがマギウススタイルだ。少しも微塵にも全く完全に完璧に答えになってない。焦るな。よいか、慣れも実感しているだろうが、知識だけでは魔術は魔術と足りえない。それ以上に必要なのは霊感力、直感力、意志力、想像力、存在力などなど、霊的な異界を高めることだ。脅威の知識に耐える精神の強度を持って初めて、なれば魔術師として連中に対抗する力を得るのだ。だからつまりだ、生と死の極限に追い詰めて覚醒を無理やりに促す。帰る。どうやって？ほら、そんなに暴れると落ちるぞ。安心しろ。ここで死ぬようならどうせ戦っても死ぬ。せめて死ぬなら前のめりに死ね。安心しろとそれに続くセリフが全くつながってない。覚悟を決めろ、クロー。それともまた昨日のような無様を晒したいか？やってやるよ、畜生が。それでこそわらわが見込んだ男ぞ。かっこよいぞ。それと、もう一つ質問がある。なんだ、まだあるのか。なれも細かいやつだな。ある。お前、その格好は何なんだ？
よ。こういった状況でのルールではなかったのか、こういう格好は。どこの狭い世界のルールだよそれは。興奮するな。また確信犯かよ。変態め。お前がな。始めるぞアル。こうなったら何だってやってやるわ。よし、その位置だクロ。では早速。どうしたアル。それだ。そのアルというのは何だ。え、お前の名前。いちいちアルアジフじゃ面倒だろうが、アルで十分問題なし。あ、まあ普通アルだと男の名前になっちまうけどな。気にするな。運命だきっと。おのれ。それで具体的には何をするんだ。魔術の本質は実践にこそある。ゆえに危ねえだろアル。実戦を積んでもらう。その悪魔君と戦えってか。ナイトゴーンとおぼしたものだ。まあ沼の意志と思え。察しの通りこやつとやり合ってもらう。やり合うにもこんな場所でどうやって。飛べ。エスパーかお前は。はあ、無茶なことなどないぞ。マリウススタイルの時にはちゃんと翼が生えているだろ。あれは飾りではない。だけど一体どうやれば。そうそう、言っておくがな。あ、なんだよ。もう始まっておる。うわあ！え？さようなら。あのうつけ、早速やりおったか。仕方ない。